はい、おはようございます。はーい、こんばんは、こんにちは。ニース、フランスからですね、お届けしています。今こちらですね、朝の9時になりますが、とっても寒いです。ここね、私の家のね、裏山なんですけれども、あ、なんかちょっと可愛いワンちゃん来ましたね。可愛いでしょ？素敵ですね。こんな感じで、かわいいワンちゃんがね、飼い主さんと一緒にね、いろんな遊びに来たりとかね。今日はもう月曜日なので、あまり、遊びに来てる人いませんが、日曜日はね、皆さんここでバドミントンをしたりとかね、この後ろの方ではね、エクササイズをね、したりとか、皆さんおのおの楽しむわけですけれども、とっても、この裏山、この一番上ではね、なんですかね、落ち着いてるんですね。人がたくさんいてもね、自分の空間を大切にできるし、そしてこの何よりもこれ見えますか？海がね、はい、見えるわけです。ニースの海がこの上の山からね、見えます。ここよく私お友達をお誘いして、はい、遊びに行きます。10分ぐらいで山を登れますね。はい、とっても綺麗ななので、寒いんですけど、こちらからお届けします。今日ですね、テーマが許しなんですけれども、まあ、いつでもどこでもね、これやるとですね、非常に効果的なので、やろうかなと、ちょっとこう来るときに思いまして。いろいろアフォメーションがあるんですけれども、なんか許しって聞いて、あの人を許そう、この人を許そう、このことを許そう、私を許そう。まあ、あれを手放そう。みたいにやると、ちょっと硬くなるというか、そこ少し思考が入ってるんですよね。なので、許しっていう脳の機能をですね、思考の一つとして捉えることを、やめなくてもいいんですけど、少し考え方を変えて、許すっていう脳の機能の、なんかこう波動を流すみたいな感じにしてみてはどうかなと思って、感謝とかね、愛とか肯定するような言葉のね、アフォメーションもたくさんあるんですけど、今、ここから飛行機が飛び立ってますね。この許しっていうのをするだけでね、もう本当にガクッとね、体の力が、いらない力が抜けて、すべてがこうデトックスさ、その一瞬でね、一言二言このアフォメーションを自分の中に流しただけで、なんか、力がね、抜けて、なんかこう、きちんとね、その中にいる、みたいな、一掃されるんですよね。不思議なんですけど。ちょっとやってみましょう。はい。やってみますね。目を閉じて、まあ、目を開けてでもいいですけど、聞いてみてください。で、その私が言ってる間に、浮かんできた人の顔がいたら、まあ、それも全部、イメージしてね、誰か対象が浮かんだりとか、そういうね、思い出があったりとか、いろいろあったら、それをね、無理やりどうします、どうしろというわけでもないんですけど、それはそれで、あ、浮かんできたな、まあ、もう終わるんだな、みたいな 感覚にね、なるのかなと思いますけれども、人それぞれですからね、はい、ちょっとやってみましょう。私はすべてを許します。私はあの人を許します。私は私自身を許します。私はあのことを許します。私はここにいる自分を許します。私はあの人を許します。私は、この人も許します。私は、すべてを許します。私は、私のあの時を許します。私は、私のすべてを許します。私は、この世界を許します。私は、このすべてを許します。私は、私に起こったこと、ありとあらゆることすべてを許します。私はこの星で許します。私はすべてを許します。私は
許せない自分も許します。私はあの人を許します。私は自分を許します。私はすべてを許します。私は今この時に許します。私は今浮かんできているものすべてを許します。私は私を許します。私はこのこともあのこともすべてを許します。私は今この時代を許します。私は私に起きている理不尽もすべてを許します。私は一度すべてを許します。私は私の体の中にあるもの、私の頭の中に浮かぶもの、すべてを許します。私はあのことを許します。私はあの人を許します。私はあのことを許します。私は自分を許します。私は自分を許します。私はあの人を許します。私は何があっても許します。私は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 自分を許します。私は自分を許します。はい、ありがとうございます。どうでしょうかね。このことがね、皆さんのね、何かこう、変化とかね、なんかこう、少しでもね、こう、緊張が取れるじゃないですけどね。心地よさにね、つながったらなって思います。私の貢献が、誰か、どなたかね、こちらを見てくださった人の貢献になることをお祈りして、朝、動画をこちら、撮らせていただいてます。本当にありがとうございます。はい。では、許しのね、ちょっとアファメーションの入った瞑想、まあ、アファメーションの、動画はね、こちらで終わらせていただきたいと思います。何かまたね、こんなテーマ上げてほしいな、こんなお悩みがあるんだけど、どうしたらいいかな、みたいなコメントを書いていただいたら、特に、まあ、皆さんのここね、交換、情報交換になってもいいかなと思うんですけれども、まあ、またコメントをね、思いのままに書いていただけたらなと思います。はい。ぜひぜひね、皆さんね、ご自身でね、またね、改めてね、感謝とかもすごくいいんですけれども、この許しっていうのをね、ぜひぜひやってみてください。ものすごく、体のね、なんだろうな、こう、特に月曜の朝とか、火曜の朝、まあ、なんか月の始め終わりとかね、忙しい時にね、これを本当に3分でも1分でも3分でもね、一言ね、私は許しますとかってやるとね、なんか、変な力みが消えてね、何ですかね。効率が良くなると思いますよ。無駄なことがなくなるので、力みがなくなるから、無駄がもうできなくなるからね、無駄に力むっていうことがないから、すべてがシンプルになっていくのでしょうね。ぜひぜひ、やってみてください。力んでないですか？っていうところでね。力んでる。恐れもそうですし、怒りも力んでますし、その後ね、やっぱり、楽しいって言っても同じなんですけどね、わーってね、盛り上がってね、このね、許しのアファメーション、ぜひぜひ皆さんセルフでやってみてください。本当に毎日やったらどれほど人生が変わるか、見てみてくださいね。何かこう、あ、こんなことがあったよっていうことあったら、ぜひぜひ教えてください。はい、ありがとうございました。そしたらまたねー。